いいね。ははは。勝ち。1キルの神キルでゲームって終わっちゃうんだな。インポスター。インポスター。おナイスナイスナイス早いね。誰ですか？ドルジョのあ、アタイです。早いです。やるじゃない。やるじゃない。一人称行方不明でしたっけ、そんなに。やりますね。アタイリンゴさん、ダウンロード終わりました？ダウンロードしてないです。お金要求してただけなのですいません。さて、なんだあいつの動き、なんだあいつの動き。お、オッケー、了解。あれ、プテブテはちょっと聞こえたね。うん、停電入るタイミングぐらいまでいた。武器庫にいたの？武器庫にいましたよ。じゃあサントススナパイハイブリが白です。サントスハイブリスナパイ、スナパイ、はい、不死身してて俺も無理そうじゃないですか。そうね、武器庫下でメイヤさんと一緒になって、その後僕キッチン展望って言って停電は直してないんですけど、うん、ではこっちに来てないから。あ、絶対来てない、絶対来てない。俺が最後に展望デッキのドアまで行って、うん、治ったから引き返してる。影丸もこっち来てんだ。はい、俺は富士宮よりも先も先に展望デッキに入ってる自覚があって、で富士宮来てて、で最後ボタンなんで、うんうん、あ、直してはいない。俺は直してない。もう一人伊豆さんもその辺にいない。あ、影丸、僕停電直してます。消防機向きで、だよね、いたいた。ちょっとごめん、少し関係ない話をしていい？サントスさんって書店どこ湧き？いや、あなたと貨物で湧いてるよ。書店よ。あ、一番書店？うん。どこだっけ？メイン脇でシャワータオルタスク書店。うん。あ、なるほど。あ、それなら原です。原さん。いや、なんか貨物でサントスさんと二人で湧いて、ほぼ同じタスクしてるのに、タオルタスクにそのまま一応線で止まったから、回収いつしたんやろと思って。あ、そう、メイン書店、うん。あれ？武器庫の上さしまうところに影丸プテの順番で入ってこなかったっけ？そうです。だから僕が最後にプテさんを見てて、僕は停電が入ると同時にプテさんをそこに置きながら、停電を直すためにキッチン展望デッキって言って、そこで直ったから、うん、展望キッチン館の扉に入るところで引き返して石油行こうとします。石油キッチン館は閉まってます。停電なり始めと直ったタイミングはどことどこ？なり始めはプテさんを置いて武器庫の上から出たタイミングで、直ったのが停電キッチンの扉の間に入りかけたところです。うん、でもさ、メアさん信じてさ、結構同じタイミングで入るように見えたんでね、上、うん、結構同じタイミングで、うん、影丸のが先かな、影丸、そう、僕が先で、俺が出るタイミングでプテが入ってくのを見て、で俺と藤宮はほぼ並走みたいな感じだけど、途中で見失いはしたけど、キッチンに入って展望に行ってるっていう時系列だから、キッチンから武器庫の上の方にやりに行こうとした時に、ダウンロードしてるプテさんを見ながら、上から武器庫上から出てくる2人とすれ違ってます。ゆいげんはどこだったっけ？げんは、無限エレキでして、7412365と69がつながってます。はい、あ、ゆい宿舎脇で、最後エンジンの、配線やってます。あと初手は私メイン脇なんで、エレキ降りることもできるんですが、初手はサントスさんと空いてて、速攻シャワー行ってるので、エレキには降りてないです。はい、リンゴさんはどこから？あ、武器庫から行ってます。イーキル取ったよーん。これがこのキルボタン、そしてこのサボタージュボタンを手に、全てを手にしたこの男、メイヤの力だ。
いやほいほいほい。おーいいです。多分僕リンゴさんと最初キッチンで一緒には行きましたよね。そうだと思います。武器庫でプテ、そっからの動きを教えてほしい。はい、武器庫でプテさんに会って、で武器庫の上の武器をしまって、エンジンメインに行こうとしてやめて戻って宿舎ミーティングでボタンです。なんで若干ゆいさんなんですれ違ってないんだろうという気持ちです、ね。あ、そうか、レポートじゃなくてあれか、ボタン。でも結構早めに直ったよね。早かった。うん、停電直そうかなと思ったけど、そこ直ったんで。私宿舎は聞いて藤宮さんと最初湧いてて、うん、その後すぐ下行っちゃってるんですね、エンジンで。だからまあ廊下、あれリンゴさんってどっちから来てるんでしたっけ。武器庫の方から来てて、すぐ下行ってエンジンの配線のみですか。そう、いや給油です。給油をして配線してます。エンジンの給油っていうの、だとして。じゃあ初手は貨物脇なんですね、ゆいさんって、うん、いや、え、初手藤宮さんと宿舎です。え、じゃあ給油で、じゃあ給油できなくないってこと。給油って言わないの、あれなんていうの、エンジンのさ、あの、うんうん、あれ貨物が先だよ。あ、でも給油って2つなんだ。あ、貨物初手でやってる。あ、プテ油で、プテ油砂で貨物で湧いてるから。え、プテってキッチン脇なんだよね。って言ってませんでしたっけ、誰か。違うな。え、違うの。リンゴさん、僕ら2人だったよね。あ、プテはね、エンジン脇だ。俺が宿舎からエンジン下って、うん、コックピット行くときにエンジンから武器庫の方に入ってたから、多分じゃあ俺の感じ、俺がエンジン脇で見えてないだけが。エンジンは。でもなんか、これ聞いてる限り、ゆいかげリンゴの3択ぐらいじゃないの。マジで。あ、でもリンゴさんボタン押せてるから、厳しそうじゃない。まあ、リンゴさんが人外の場合は、ゆいさんが人外じゃないと、成立しなさそうな感じは。僕がリンゴさんのレポートだと思ってたから。いや、てか時間的にさ、影丸視点でさ、リンゴさんってボタンだから絶対無理だよね。さて、武器庫の上のところに影丸と一緒にいる時間があって、そっからだからね。そう、僕目線はユイさんぐらいしかいないかな。うーん、まあ、だから藤宮とかがめちゃくちゃ、いや無理無理無理、うん、無理だと思う。いや2人で、停電中に。手さんも影丸さんもリンゴさんも見てなくて、私はエンジンにもうすぐ降りてって給油した後、配線してるんだけど。そこだけっすか。さすがに短すぎると思いますけど。マジっすか。うん、なんか、いや他にやってないですか。いやでもね、あの位置的には影丸のが俺は怪しいとは思っちゃう。あ、影、そうそう、俺のが絶対に近い。俺が目を離して5秒以内ぐらいで死んでるからってことでしょ。わかる。いやだから、まあどっちも怪しいんだけど、ユイさんとローラーでいいと思う僕は。影丸から行くんだ。これ俺からなんですか。ユイさんに入れた3票を笑ってる。単純にローラーするけど、なんか影丸くんの方が今集まりそうなと思った。あ、なるほどなるほどなるほど。あ、オッケーです。ユイさんに入れた3票を笑ってください。ですいいねいいねいいね。ははは、勝ち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 。1キルの神キルでゲームって終わっちゃうんだな。はい、なぜ負けたんだ今。まあまあ落とすまでは硬いっすよね、リーさん。まあ基本、うん、影丸が蓋してると思うんで、キッチン方面って、うん、でまあ無理だと思うけどな。藤宮が切る場合は絶対影丸が見ると思うから、影丸さんでいいと思うんですけど、リンゴさんって絶対白なのかなってとこだけクリアになってれば。影丸さんから無理って言われましたね、さっき。白かは分からんが、この切るに限れば大丈夫だと思います、はい、多分、うんうん。なんかリンゴさん疑うんだったら、影丸くんで相方が落ちたがゆいちゃんしてんじゃない。うんうん、マットないからね、手は汚せないはず、うん、黒でもこのさっきの切り。なんかさっきなんか影丸くんからリンゴさん疑ってたように聞こえてたから、リンゴさんまで3択かなと思ったけど、うん、なんか影ピがそのボタンとレポート勘違いしたっぽいから、それなら俺はゆいちゃんの方が怪しいと思ってて、ゆいちゃん入れようと思ったけど、なんか議論の最後で明夜くんから影ピの話が出たので、影ピに集まると思ったから俺は影ピに投票してるんやけど、ゆいちゃんまで行きたい。僕はスキップ入れちゃったんだけど、位置的には影丸の方が僕目線は怪しいんですよ、やっぱり。武器庫の上に影丸、プテの2人で一緒に入ってきてるのを置いてから、僕藤宮の順で多分キッチン展望っていう移動してるので、まあ、若干議論で気になったのは、明夜さんって影丸を殴ってたのに影丸からつるんだっていう。あ、影丸をもうつるんだって話。俺は昨日スキップに入れてるから、あのターンでつるんだっていう話ね、うんうん。一応俺はそれよりも経路が短すぎると思ってるから、ゆいちゃんの方が怪しいと思ってるけど、その場にいないので、その死人の方が、うん、最初死人が影丸で、うん、エンジン側の蓋がゆいさんやと思ってるから、うん、まあでもこのタトゥーじゃないの。そうだね。
だってハイブリさんいろいろタスクできてからあれだけどね、そんな30秒直近じゃなくてまあまあ時間あったもんね、あのターンね、うん、結構できたもんね。他会員は無理だよね、そうそう、てかね無理だと思う、無理だと思うよ、うん、だって俺も金庫給油やってシャワーでそのタオル回収始めてたから俺は、ゆいさんのマットぐらいじゃない方が勧誘が成立するなら、うん、あるならね、もうそこはねちょっと丁寧に仕事をしすぎたってとこで甘酢にしてみましょう仕事遅いやつの言い訳なんだよなそれ、まあ、これもし言わないねやってるそんなんじゃないのあでもこれもしゆいさんのマットやったらゆいさんマット影丸くれたら一応リンゴさんがあるってことですよね、いやそうです、リンゴさんボタン押してるから無理よ、無理無理無理、ああえ影丸さんとでも、あ影丸インポスターはあるけど、あはあるよね、あのプテガイかしか、ね、無理、ボタンを押しての起きるは無理絶対。いやー押すの早いて、おいおいおい早いね、一応マット確認的なのも、うん、まあ大丈夫じゃないですか、さすがに1落ちたかな、うん、なんでリンゴさんが無理な理由としてはさっき影丸が言ってましたけど、武器庫の上にプテを置いてから5秒以内のキルって言ってたじゃないですか、うんうん、でリンゴさんがボタンを押してるから絶対無理です、全視点で無理になるはず、影丸の証言物理的に無理だよね、うん、で俺の証言的にも絶対無理だと思う、リンゴさんは、うんうんうん、あ絶対一応落ちてるよ、うん、いいと思うけど、藤宮が噛み切るぐらいしかない、まあ、位置的には影丸の方が怪しい、位置的には影丸の方が近いけど、ただ藤宮明や影丸プテってかなり近い状態で死人もあるから、そこでキルするのかっていうのはあるから、まあ経路回せたら総合的には良いですもん、お互いに白は取れない感じなんですか、一応俺のが先に展望に入ってる人物で、藤宮は本当にすぐに藤宮が入ってきてるから、影丸と藤宮の二陣外ぐらいしかないと思うよ俺は、藤宮がプテを切れる場合は。ちなみにゆいさんに先入りで3票って私入れたんだけど、他2人ってどなた入れてました、ほいあのゲンさんか、ゲンさんと影丸かな、あはい、僕はあのターンスキップです。さて次はどのサボタージュ鳴らそうかなよし、じゃあメイクがいいな、じゃあなければいいんでね、シェリフキルまたは現行犯をされなければなんとかなるんで、無理に紙キルを通そうとしなくていいんです、ここはやもう、なんでです早すぎるってやりすぎです、これは後ろ落ちてる想定でこのボタンは早すぎるってやりすぎです、タスクが全く進まんで移動ですよ、扉開けただけ、ヌン移動させただけです、入れそうになったゲンさんにいいんですよ、いいんですよいいんじゃないですか、耐えました、いやいいんですよ、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 リンゴさん入れられなかった、人外直そう、
うぃウェイウェイギャーおいわおボタンがこれはなんとね白白ローランなんですよね。ゲンさんが現行犯をしてるのを見たんでゲンさんに投票します。白白ローラーだとゲンさんがインポスターです。藤宮名や源さん藤杯名ですね、これじゃ源さんやりましたね、源さん源さんめとりあえずリンゴさん、メヤさんに挟みましょう。源さんに入れちゃったごめんなさいやべマリカバリに裏切られたわ今ナイスーやーまるみち負けなんだけどどっちどっちプテシェリフプテシェリフでけえなプテシェリフ確かプテシェリフかよ全く疑われてなかったですでもねナイスキルすぎるわジュニアさんがナイスキルすぎるわどこで切った時間がありますか影丸の真後ろでプテを切って俺はあの逃げてるそうその後ね、僕の視点だとね、影丸が僕の死体を踏んづけて戻ってきたんだけど、また行ったから、めえ影かーって言ってたらね。で、そう、で僕目線はアーカイブ確認したら、一切死体も映ってないし、光ってないっていう。あ、そうなんだ。俺はあの、ゴミ箱のところの右上に隠れてて、停電中に。うんうんうん、で、影丸がそこ、藤宮が内通できたから、じゃあこの付近で切ったらいいキルになりそうかなと思って。あ、じゃあマジでゴミ箱の前で切ってんだ影丸が通った後にプテが来たのでその後ろシュパッて切ってあ、じゃあ俺そこ見てるけど光ってないのじゃあギリギリ光んないとこにラグでプテさんとメヤさんの位置で違ったのかもしれないそうね、うん、自体がわかんない俺がもうちょっと浮いてたの見つけてたのかまあこれでも普通にギルでしたね、うん、いや普通にジンガお見事めちゃくちゃびっくりしたお見事お見事ジンガお見事